で、ドロップというふうにですね、このクラブをですね、落としていくということですね。タスクさん、はい、今日もマクレガーさんの練習ホールに来ているんですが、はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日はちょっと微妙な距離のところに来ておりまして、はい、30から80ヤードのアプローチ。あ、なるほど。はい、はい、間の、そうですね、はい、コントロールショットですね。はい、を聞きたいなと。なるほど、わかりました。チャンネル登録お願いします。これ、タルブこれ持ってるのは、これ56度、55度、56度に貸してるクラブですけども、はい、これでフルショットするとですね、もう確実にあのグリーン越えていっちゃうんですよね、うん。なので、要するにコントロールを要するという、まあこれ55ヤードか60ヤードくらいかな、もうちょっとないかなぐらいの距離ですけれども、うん、それをどのようにコントロールするか。まあ30から、まあそれこそ80ヤードですね。フルショットできない距離をどうコントロールするかという、ディスタンスコントロールの話だと思います。これってなぜ難しいかというと、いわゆるフルショットではなくて、コントロールを要されるからですね。その場合にですね、じゃあ、例えばグリーンにめちゃめちゃ近くに、行ってですね、これ以前お伝えしましたけども、これクラブの機能を使ってちょっとハンズアップしてですね、もうパターのように打っていただければいいという。これはですね、いわゆるこのゴルフクラブの機能に着目をして、そしてその機能を使ってできるだけそのいわゆるパワーショットじゃない、重心のブレが少ない、この、まあ、自然なですね、この振り子を維持して打たれるというショットだったわけです。これですごく短い距離っていうのをですね、コントロールできるということになります。ところが、この30から80ヤードのぐらいの距離になるとですね、フルショットをしてしまうと大きすぎる。で、それをコントロールするときにどのようなことになるかというとですね、多くの方がですね、このフルショットの前提、これフルショットっていうのはですね、パワーショットですよね。パワーショットを基本にして、このパワーショットの最中に、この減速をして、打つと。いうような打ち方をされている人が、非常に多いですけれども、これはかなり、コントロール、その、距離をコントロールすることは極めて難しいということになります。やはり基本的には、パワーショットというのは、これ何度も説明してますけれども、重心を管理をした状態で第一加速を起こし、そしてクラブの、いわゆる変重心特性を使ってですね、あとシャフトのですね、このシナリー特性も使った上でリリースをしていくというようなクラブ使いをすることによって安定したディスタンスを得るというものなので、このようなパワーショットの延長線上ですね、このゴルフクラブをですね、その振り幅の中で振ってしまうと、どうしても距離を合わせようとすると減速すると。減速した途端にですね、もうこのエネルギー関係、このクラブのエネルギーに対する挙動のですね、掛け算がもう完全に狂っちゃうということですね。なので、それもちょっとお勧めできないということになります。なので、基本、この30から80ヤードのディスタンスコントロールというのはですね、このパワーショットでもなくて、このチップショットもない、いわゆるピッチショットって言いますけども、そのピッチショットの、まあ、構成の仕方ということをですね、少し、理解していただきたいと思います。このピッチショットというのは基本このパワーショットの時のようなですね、加速感をきちんと得ながら振り幅をコントロールして、距離を作っていくということになるんですけども、これはですね、まず大切なのはこの最下点のコントロールですね。最下点のコントロールというのはやはりこの振り子を作る時のこの視点の維持ですね。視点というのは、クラブ目線で言えば左肩なんですけれども、まあ、わかりやすく、その、頚椎というふうに捉えていただいて、スイング的にはですね。その、頚椎がですね、あまりこのように、このように動くようなですね、スイングは避けたいということになります。この頚椎を安定させた振り子を形成していただくということで。そうするとですね、実際はこの、スタンスの幅なんかもですね、結構大きく影響します。このスタンスの幅が狭ければ狭いほどちょっと安定して使いますけれども、距離が出しにくい。こう広くするとですね、パワーショットに近くなるので、距離は出ますけど、この、頚椎の視点がですね、こうブレていってしまう可能性もあるということなので、このクラブを重心管理をしながら、
安定的な振り子を形成されているのがどこなのかということを考えていただくということになります。そのいい塩梅のところっていうのは必ず見つかりますので、それを掴んでいただくということになります。で、その上で大切なのは、いわゆるピッチ系のショットでよくありがちな、このような動きですね。このような、要するにベータフォースと言いますけど、この、シャフトをですね、この押していくというような動きをされると、このゴルフクラブはですね、大きなローテーションを受けて、遅れていってしまうということが発生しますので、それは避けたいということになりますね。で、大事な感覚としては、この振り子を作るときに、このヘッドを意識して、ヘッドの遠心力を常に感じていられるという状況を作っていただき、そして、このテイクバックをして、ダウンに入ったときに、いわゆる先ほど言った、このシャフトを押していくというですね、動きをあまり作らない。すなわち、ヘッドを落とすということですね。これはパワーショットの時の回の時にですね、よく僕はアメリカの先生から、よく言われてですね、ヘッドを活かせるですね。このレッゴーという、活かせない。レッイットゴーの、まあ、略語なんですけども、レッゴーですね。ヘッドを活かせなさい。レッゴーというふうな、扱い方をするのが、クラブエネルギーとかなり整合した動きであるということを説明しましたけども、それと一緒です。このテイクバックの時に、このヘッドをですね、落とすってことです。これは、let it drop ですね。let drop ですね。let drop。というようにですね、このクラブをですね、落としていくということですね。落としていくと、当然、この、今もそうでしたけども、基本的には、このソールから、入るということになります。このリーディングエッジから入らずに、ソールが滑っていってくれるということです。なので、この最下点を意識して、自分の心地のいい振り子を形成できる、このアドレスを取ったらですね、実はやってることは簡単で、この振り子のテイクバックを重心管理しながら作り上げたら、あとは、レッドロップなんですね。ってことは何もしないに近いです。いわゆるこのクラブヘッドのですね、重みを使って落としていきなさいということです。この時にスイングをしてしまってはダメです。ただ単に落としていく。そうすると、あ、この辺ダフっちゃうんじゃないのと思われるかもしれませんけど、これはゴルフクラブがそのように入ってきて機能するように設計されてますから、それを信じていただくということですね。なので、正直、この状況の中で、レッドロップっていうふうに落とすことができれば、正直、このヘッドがですね、ジャストに入ろうと、5センチ後ろに入ろうと、10センチ後ろに入ろうと、ボールを拾ってってくれます。ですから、ほとんどストレスなく、ただ単にテイクバックして、レッドロップ。ということです。で、この距離感の作り方は、これは練習で掴んでいっていただくということなんですけども、これもですね、このドロップする時の感性ですね。この時に、積極的にドロップしていくのか、少し感性を入れるか、これは、かなりその距離感にも影響します。ただこの時にですね、何度も言いますけれども、ボールに向かうようなアクション、このように、グリップを前に出していく、ようなアクションはですね、ほとんど必要ないということです。これがディスタンスコントロールの肝になります。なので、ここではですね、レッドドロップ、ヘッドを落としていくときに、ヘッドを落とし出すところの高さで調整していただくということも別に構わないということですね。で、いわゆる重力エネルギーを使っていくということなので、もしこの高さが、この振りのタイミングとはリズムは変えたくないんですけれども、この高さを調整する。レッドドロップ。まあこのような形で、距離感を作っていただくのもいいと思います。ただ少なくともですね、この落としていくというところをですね、フォーカスして、あとはクラブに任せるということですね。そのように、このウェッジを使っていただければですね、そんなに大きなムスは起こらないということになります。よくここからですね、左右に大きく外してしまう方とか、トップしたりとか、また、オーダー振りをしてしまう方って結構いらっしゃいますけど、その方は、
このクラブを落とせてないと思って、もう差し支えないと思います。この落とさなきゃいけないクラブを落とさずに操作しようとするときに、いろんなことが、クラブは、設計のコンセプトを超えて、いろんなエネルギーを与えられてしまい、それに対して反応してしまって、インパクト時点で、ボールとの関係性がですね、壊れていってしまうというようなことになっている可能性が大きいということです。なるほど。はい。なんか僕、めっちゃダフるんですよ。はい。で、まあ足りないみたいな、距離が足りないみたいな、はい、それをグッてやっちゃうんですよね。まあ、だいたいウェッジをダフる方っていうのは、そもそもこのヘッドのこのソールの部分を落とすという発想があまり薄くて、どちらかというとこのリーディングエッジをめちゃめちゃ精緻にですね、ボールの横腹に当てていこうというような中で、どうしてもこのグリップのこちらのベータフォースですね、こういうその直線運動を与えてしまうから、結局クラブは遅れていってしまうと、うん、その結果ダフると、それが嫌でトルクを与えてトップするというようなことの連鎖になっている可能性が高いですね。まさに自分でした。なんか落とすとか禅の精神ですよね。禅の精神なんかすごく思います。いやでもね、本当にそうで、例えばこういう距離でいろいろと検証していただければいいんですよ。いわゆるこの状況の中でね、例えばさっとヘッドを上げて、ただ落としてって見てもらいたいんですよ。うん、でそうすると、実際はこのクラブのコンセプト、本当はですね、クラブっていうのは、テイクバックからダウンに入るまでですね、絶対に止めてはいけないです。止めないからループが発生して、クラブの設計コンセプト通りにですね、クラブというのは前に出るということになるんですけども、もし仮に止めたとしてもですよ、結局ドロップさせれば、実際はボールは、前に行くってことですね。うん、でこれって、やってもらいたいです実際に。ただ問題はですね、ここで重心管理されてるポジションにいてほしいですけどね。この重心管理されてるポジションにいて、これがこのような状況だとダメなので、この状況でサッと上げてただ落としてもらう。そうするとほとんどクラブというのはボールの進行ベクトルエネルギーを作ってくれるってことですね。これはそのようにクラブが設計されているってことです。で、今のはこれ止まって自然落下させただけなんですけども、それでもそのようにクラブというのは機能します。で、それをテイクバックからのそのエネルギーの流列の中で、使っていただくと、もっとパワーが出て飛距離を作れて安定するショットができるということになりますね。なるほど。はい。今日も大変勉強になりました。すいません、なんか。いえ。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。落としていきたいと思います。頑張ってください。チャンネル登録お願いします。はい、タスクローブ、今日もですね、ご覧いただきましてありがとうございます。今日の動画をいいと思われた方は、グッドボタン、またチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。次回の動画でお会いできればと思います。ありがとうございました。タスクゴルフでは、ゴルフサイエンス、ジェイコブ 3D について、公式 LINE で情報発信をしています。ぜひ、登録よろしくお願いします。